ミュラシュル・ベブルは、フランス、奥下に地域圏、タルヌ県のコミューン。ミュラシュル・ベブルは、タルヌ県最東部、ベブル川谷に位置する。村は、エロー県及びアベロン県と接している。村は、中央高地の一部である、ラコーヌ山地の中にあり、標高が高い。ミュラシュル・ベブルは、海洋性気候と地中海性気候の影響を受ける、限界に位置している。加えて、 その標高の高さが温度と降水量に影響を与えている。冬は寒くて湿度が高い。夏は地中海性気候が優勢になると暑く、時には乾燥する。ブラッドはミュールという名詞にラテン語の設備ジアタムを付けたもので城壁を意味している。フランス革命以前、住民のコミュニティはボアスゾンドマトビエルの名で呼ばれ、カストルの武行地に属していた。 そこには4つの教区が含まれ、カストル市教座に属していた。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。